痛い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 
に潜入している天孫流星の部下を倒し、リスボンの港へ向かえ。風剣士カティから受けたあなたへのメッセージです。ここ欧州には天孫流星の計画を阻止する使命を帯びた風剣士が3名潜入しています。私はアキナスとでも名乗りましょう。欧州を守るために派遣された風剣士の一人です。さて、人とは異なるあなたの目にこの世界はどう映りますか。赤死病の伝染経路をめぐり責任をなすり合い、食料や医療品の配給に人種民族差別を出す不健全な思想が支配する道徳観の壊れた世界、私の目にはそう見えます。遥か昔から争いの絶えない世界、赤死病を流布したのは天孫流星の部下であるハッケ。彼らを倒し赤死病を根絶しても人の心の病が癒されない限り秩序ある世界は訪れないのでしょうね。でも私には使命があります。次の世代を担う人たちを信じて戦わねばなりません。私の子供たちが生きていく未来を閉ざさないために。魔剣、あなたは私たちの最後の希望です。天孫流星の部下を倒すため力を貸していただけますか。感謝いたします。私の使命は赤死病の伝染を防ぐための治療法を確立し、赤死病を流布している病理学者ダルを倒すこと。ダルは天孫流星の部下ハッケの一人でもあります。その隠れ家を知るのは彼の幼い娘バーリンカのみ。父親の元から逃げ出してきた彼女は不幸にも赤死病に感染し、イスタンブール隔離病棟の503号室に収容されています。そう、あなたならば彼女にブレインジャックすることで赤死病学者の隠れ家に関する情報を引き出せるのです。では
この肉体を解放します。あとはあなたが自由に使いなさい。私には他の風剣士ほどのパワーやスピードはありません。でも風を操る私の能力が必要になる時はあるでしょう。世界に失望しているのね。確かに争いは絶えないし、みんな仲良しってわけでもない。どうすれば人の心を良い方向に変えれるかなんて私にもわからないけど。少なくとも今の私たちがやるべきことはわかるわね。え、あなたもそうでしょ。赤死病で苦しむ人々を救うことに依存ないよね。未来がどうなるかは誰にもわからないけど、よくしようと思わなければ何も変わらないものね。行きましょう、転送流星の部下を倒しに。